はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソン 132SW というモデルが入っております。これは BW よりも後に出たモデルだと思いますけどね、確かね。はい、こういうあの角窓タイプのね、よくあるデザインですけれども、色合いがちょっと明るめです。といってもめちゃくちゃ明るいわけじゃないんですけどね、傷はありますけど、この辺はもう全部修復しますから安心してください。木目の模様がとっても綺麗なね、モデルになりますね。はい、3本ペダルですよ。3本です。はい、中見てみましょう。ディアパソン 132SW ですね。はい、ハンマーの状態はこんな感じです。見てください。ちょっとダンパーが1個ね、これ接着剥がれな。これはちゃんとね、修理しますから安心してくださいね。はい、じゃあちょっと音を聞いてみましょうか。ディアパソンらしい音がしたら嬉しいんですけど。あ、太い。これはすごい。うわ、これはちょっと強烈ですよ。音は狂ってますけど、これ響板です。響板、響板が大事なんですよ。すごい。ずしーんときますね。この重低音の好きな方、高音も綺麗ですよ。ハンマー調整したらもっとなりますね。あー、太いですね。軽く弾いてるのにボーンとなるんですよ。ドーン、ズシーンとくる。これはすごい、ね、これはちょっと皆さん楽しみですね。手を入れたらどれだけさらに良くなるか、ワクワクします。ディアパソンのこのタイプは、これね、ちょっと色、これ以上綺麗になりません。これは金属の板を埋め込んだ後に塗料を塗ってあるので、この変色はちょっと治りません。これは先にね、言っとかないといけませんね。はい、ディアパソン 132SW、 強烈な、重点音の SW、 いかがでしょうか。今はめっちゃ汚れてますけどね、もう見違えるように綺麗になりますからね、楽しみにしててください。ディアパソン 132SW のご紹介でした。それではさよなら。